寒い。どうしてメルちゃん肌感冒？キャラメルちゃんが逃したんでしょ？とりあえずこの靴が違和感あるから脱ごっか。ほーい。女の子は足元が冷えるのになんで脱がすの？今日は寒いから特別なお風呂入ろう。ほーい。特別なお風呂？楽しみ。髪もほどいて、よいしょ。これどうなってるんだ？どうやってくくったっけ？あ、そうだ、くるりんぱしたんだった。そうだそうだ。ちゃんとお風呂前にブラッシングもするよ。よいしょ。ちゃんとほどいてから髪をとこうね。あー！メルちゃんパーマかかってて超かわいいじゃん。うん、かわいい。今度の髪型これにする？いい加減寒いから早くお風呂に入らせて。メルちゃんお待たせ。用意できたよ。わー！あれ？これねねちゃんの？そうそう。これね、いろいろ、あ、ごめん、メルちゃん。もう、痛いな。痛い場合は、お風呂に入ろう。ジョバーン、ジョボン、ジョボン、くる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 。ジュバー。あ、ほらほら、ピンクになってない。なんか髪の毛が弾く。逆さにしなくでもいいじゃん。メルちゃん、ごめん。シャンプーがね、なくなった。え、どうすんの？何もないからキャラメルちゃんのボディーソープでいいかな。クワ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 ー、やめてーこのメルちゃん多分シャンプーしたことなかったかな。コーティングされてる感じがあって、うん、なまってるな。コーティングされてるなって思って、あれもういいや。すごい、むちゃ泡立つ。クワ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 ー。メルちゃん、かゆいところはありませんか？よくわかんないけど、だんだん顔が泡まみれになってきてる。ごめん、メルちゃん、忘れてた。このシャンプーハットを使いたかったんだけどさ、今さらかな。こうやって、こうやって、ほら、ここで、クワッククワッククワック。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいよ、いいよ。うん、なかなかいいね。ちょっと泡が、ちょっと泡が。かゆいところはありませんか？あ、メルちゃん、ちょっと待って。だいぶ下がってんじゃん。ちょっと、もう、首輪になってる。じゃあ、お客様、すすぎますよ。はーい。せーの。ジャボーン、ジャボー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 。まさか、キャラメルちゃん、特別なお風呂ってこれだけ？そんなことないよ。今ね、弟さんをね、召喚してね、泡立て中。やっぱ泡風呂か。あら、泡風呂嫌い？お好きでーす。でしょう。じゃあ行くよ。せーの、ダバ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 ー。もく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 。第2弾、投入。クワ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 。わー、楽しい。そうだ、忘れてた。これを使いたかったんだ。せーの、シュポ。え、なんかよくわかんないけど、どう？メルちゃん、どうかな？なんかね、地味。だよね。じゃあ、メルちゃん、特別なお風呂にしよっか。え、泡風呂だけじゃないの？ふふふふ、ちょっと待ってね。行くよ。震えすぎ。硬いんだって。いくよ。お、いいじゃん、いいじゃん。うまくつかないもんだな。お待たせしました。アロマキャンドルだよ。なんかろうそくの匂いがする。いいね、画質悪いね。どうしよう。お、お、いいじゃん、いいじゃん。お、こうか、こうか、こうなのか。お、うん、いいね、いいね。メルちゃん、祀られてる。メルちゃん、気分はどう？なんかね、初めての経験、幻想的。でもね、これ本当の火を使ってるから、キャラメルちゃんいない時にしちゃダメだよ。わかった。キャラメルちゃん、この匂い何？メルちゃんの好きなものだよ。なんだろう。正解は、メルちゃんの好きなイチゴだよ。わー、通りで好きな匂いだと思った。
このゆらゆら揺れる火の動きいいね。癒される。わー楽しい。あ、ごめんメルちゃんメルちゃんそろそろ湯冷めしてきたから上がる。そうする。じゃあせーの、せーの。あ、溶けた。せーの。おー、あー気持ちよかった。じゃあ早速髪の毛お手入れしよっか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これこれ、ねねちゃんのこれ。やっぱりこれちょっといまいちつけ方わかんないんだよね。これでいいかな。もうこの止め方しか知らないよ。いいか、これで。後ろ向いて。じゃあトリートメントつける前にちょっと櫛で溶こう。わ、なんかちょっともうすでに遅いかもしれないボディーソープで洗ったらまあそうなるか。あ、この辺まだうねうねしてる、どうしよう。じゃあ洗い流さないトリートメントつけていくよ。よいしょ、綺麗になるかな。このうねうねどうしようかな。見て、手櫛でもサラサラになった。あとは髪の毛を整えて。わ、本当にウェーブかかっちゃったな、どうしよう。じゃあこれで乾かしたらメルちゃんはサラサラヘアになるはず。キャラメルちゃんできた。キャラメルちゃんのお母さんがなんかいいもの持ってきてくれたよ。ハッピーバースデートゥーユー、イエーイ。キャラメルちゃんお誕生日おめでとう。何歳になったんだっけ。確か言っちゃダメ。そんなことよりメルちゃん一緒に食べよう。メルちゃんの好きなイチゴだよ。はい、あーん、キャラメルちゃんの後ろにいるお母さんが気になって食べれない。質問コーナー。まずはペンネームリオさんから。キャラメルちゃんはリカちゃんとメルちゃんどっちが好きですか。迷う必要ないじゃない、私でしょ。そんなことないもん、メルちゃんだもん。リオさんごめんなさい、やっぱりキャラメルちゃんは選べません。両方大好きだよ、かわいい。続いてペンネームレイミルさん。メルちゃんに質問です。好きなお洋服は何ですか。だってこの前紹介したこの紫のドレスも好きだけど、ねねちゃんのこのベビードレスも好きなんだ。ねねちゃんの。もうない、ひどい、お姉ちゃんメルちゃん。よしよし、後で返してもらおうね。メルちゃんやリカちゃんじゃなくても質問があれば答えるよ。コメント欄にペンネームと質問を書いてね。じゃあこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次の動画で待ってるね。